はいどうも皆さん、おはこんばんにちは、クレイジージョーカーこと友木です。はい、というわけで今回はですね、モダンコバット5ブラックアウトのゲーム実況やっていきたいんですけども、今回は友木チャンネル登録者数100人とバキネン企画の一環といたしまして、特別企画でやっていきたいと思います。今回やるのはですね、マルチプレイのこちらフラッグバトルなんですけども、こういろいろある中でフラッグバトルを選んだんですけども、まあただただこうフラッグバトルやっても正直面白みがないと、何も面白くないし、動画の尺的にもいつも通りのただ実況撮っただけじゃないかなんて言われるので、今回ですね、まあこういろいろロードアウトっつうね、まあ武器があるわけですよ。こうスナイパー系であったり、マシンガン系っていうのかな、そういうのだったり、アサルト系、サブマシンガン系、そしてこうショットガン系だったり、メイン武器の他にもこういうグレネードランチャーとかね、そういうサブ武器的なものがあったり、こうハンドガンだったり、まあ、ハンドガンにもいろいろ種類はあるんですけども、そういうのがありましたり、あとはね、まあこういうインパクトっていう手榴弾ね、式のものがあったり、あとまあもっと言えばナイフキルだとかね、こうつけて持って歩けるなんかいろいろ置き型の武器とかもいろいろあるんですけども、今回はですね、そういった武器、メイン武器をはじめサブ、そして手榴弾系、そういうナイフキル、置き型のもの一切使わずに、使用せずにですね、フラッグバトル戦っていきたいと思います。いわゆる縛りプレイですよね。一切使わない武器使用不可縛りっていうのをやって、フラッグバトル戦っていけるのか、もっと言えば勝てるのかっていうのをやっていきたいと思います。今回使うのは、まあ使うっていうか、やっていくのはこのアサルトのやつでやっていきたいと思います。なんでアサルトかっていうのは、このまあアサルトはですね、一つ、まあ武器ではないんですけども、アサルトの効果として、あのマップ上で自分の行方、味方の行方をくらませれるっていう効果があるんですよ。その効果だけちょっと使ってやっていきたいと思います。はい。まあ、それはある意味武器ではないんでね、ちょっとこう、妨害、電波妨害みたいなのをできるので、それを使ってやっていきたいと思います。さあ、というわけでフラッグバトルやっていきましょう。いやーね、できんのかね。多分さ、いないぜ、そのモダコンで。武器を一切使わずにフラッグバトルで勝ちに行くっていうね。本当に鬼だぜ。で、会場は路地でやるのは改めてフラッグバトルということでやっていきましょう。さあさあさあ、もうこれはね、多分プロでも何でも初心者でも絶対だ、無理だよね。あ、でももうすでに取られてんなこれ。つうわけでやっていきましょう、やっていきましょう。スキルがね、うん、ブム下にできんな。危ない危ない危ない。ハンドガンの方がこう移動がすごい。危ない。いや痛い。いや、なかなかこう結構完全防御でいいな、敵は。一回こう取ったがゆえにすげえ完全防御できてるから、これ結構まずいね。まあ、さっき見たように、こう、電波妨害できるんですけど、電波妨害、こう、一定時間の間できて、逆に一定時間経たないと、また使用できないっていうような感じなんですけど、ね、ちょっと待って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 、今大丈夫か？もう一回、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 いろいろあるんだな。で、さっき言った置き型の武器を、敵はもうがっつり設置してるみたいですね。やばいね。お、敵だ、危ない。もうこれ一発も撃てないからさ、とりあえずもう何もしてないんだよ。ブッ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 。いいよいいよ。
Black, engage! Yeah, Black! ガッツ天を仰ぐ。マジかよ、痛いね。それはマイナスなるわな。おい、ほーマジか。惜しかったけどね今ね。でもちょっともう一回これをやっとこう。いけるはずだ、いけるはずだ。でも今の流れだと路地は結構行きやすいかもね。バンテージ、うん、バンテージもどうかな、わかんないけど、この新しくできたこのなんだろう、コンバーシオンっていうのかな、わかんないけど、そこの3つ目の左から3つ目のやつはすごい行きづらいと思います。多分これは投票的にそうバンテージになったと思うから、これでねどこまで武器を使わずに、まあ、ある程度皆さんに今のルールはちょっと分かっていただいたと思うので、これでやっていきましょう。さあさあさあ、どうなるかどうかわからないですけど、とりあえずね、うん、武器が一切使えないってことは今ので分かっていただいたと思うし、スキルがどういうものかっていうのは分かっていただいたと思うので、多分これがもう今日打ち納めだな。これ打っとこうこれも新しく最近手に入れた武器なんですけど、まあこれはまたまたあの後々ちょっと使っていこうかなと思っているので、ぜひね、また別の動画の方で紹介していきたいと思いますね。結構これもいい武器なんですけどね、今回はそれ一切使用せずにやるということで、こういうね、フラグもあるんですけどね全部やらずに行くということで、行きましょう。よし、頑張れ頑張れ。場所は合ってるの分かったんだけど、ある場所は、うん、いるね、いるね。あえてこっちから下に降りて、どうか回れって言う通り、こっちから回っていこうぜ、回っていこうぜ。バカよ、痛い。スティッキーマインか、仕掛けられてたね。そう、まあまあまだ時間ある、まだ時間ある。全然落ち着いていこう。いいよ、全然全然落ち着いていこう。オッケーオッケー。でこう回り道をしていくかどうかっていうのも、ちょっとこう道をね隠れながら隠密軌道のように行っていくんですけど、いたね。でも先通ってたね、こっちね。やばいよね。あえてそこはいないと信じて。いっている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 、こっちに待った。痛い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 、袋のネズミ。一切抵抗できないからね、俺はね。うん。行こう行こう行こう。仕方ない。じゃんじゃん進んでいこう。もう悔やんでも仕方ない。進むしかない。こんな難易度の高い企画を立ててしまった俺が悪かった。うぅ、めちゃいる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 、一回退散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 、めちゃいる、めちゃいる、めちゃいる。一回退散だわ。これは一回退散だわ。やばすぎた。ちょっとやばすぎた。こっちから行こうか、ちょっと。いるね。ブン！はい。いるわ。あの、なんかロボットみたいなのがあるから、痛いんだけど。警戒しすぎてもダメだね。もう一気に行こうか、これは。ずーっとね。うん。一気に行こう、一気に行こう。めちゃくちゃこう、特攻型で行こう。こういうのはね、悔やんでも仕方ない。今すごい味方が言ってくれてるから。
痛えわ、痛すぎるわ。やべ、敵向こう完全防御じゃん。これ俺、史上最多のデス数いくんじゃねえか、俺。やばいやばいやばい。これやばいね。一回取っときたいね。ちょっと味方一緒についてきてよ。ちょっと俺行くからさ。誰もついてこねえじゃん。じゃ、ここでちょっとスキルを使って、向こうに行きましょう。じゃ、それだった。痛いぞ。ありがとうございます。痛いよ。痛えよ。痛えよ。みんな痛えよ。バカの一つ覚えてない。正面から行くこともないから、さっき言った、回り道スタイルで行こう。それも一個の手だ。回り道スタイルで、行って行くしかない。急がば回れ陰謀。やるしかない。オッケー。フラッグオーダー、ガン、危ない。いるいる。だからこっちにも集中してから、オッケー。オッケー。いいよ。いいよ。隙間やから気をつける。隙間やるから気をつける。あいだー。言った、佐野くん。痛すぎる。痛すぎますわ。オッケー。痛すぎるけど、めげない。これめげない。おっと、危ない。オッケーオッケー。みんな行こう、みんな行こう。ちょっと一回、その肩についていこう。ちょっと味方の。君についていく。頼む、援護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 頼む。痛い、何もしないです。味方ですから。痛い。撃たないでよ。僕撃てないんだから。やばいね。この味方の援護すらできないからさ。ただ自分が行くしかないんだよね。辛すぎない？この何、鬼のような縛り。不可能でしょ、行くの。めっちゃおる、めっちゃおるやん。よし、一回策としては、これ取って、こっち逃げよう、一回。いい、取っと、いい。これ、一回降りる。よいしょ。降りる。オッケー。ここで降りる。来てる。痛っ。さあ、取っと。さよなら。せめてワンゴールしたい。せめてものワンゴール、頼む、行かしてくれ。せめて、いいよ。ちょっと援護して。やべ、手を投げ、よいしょ。降りよ。やってきたか、スナイパーじゃなかった。全然アサルトだった。やるなみんな。あれ向こうにワンゴールしてんだ。ちょっと頼む、俺が行くからみんな全力で援護してくれ。うわ、いたわ、今なんかすげえいたわ。頼む、援護、俺に力を。うない、味方がやってる、味方がやってくれてる。オッケー。いるんだ。俺じゃないんだ。俺撃たないんだ。どうする。ちょっと卑怯な気がしたけども、今は。いった。このまま降りて。残り30秒。あと一歩だったのに。なんだ。ふざけんなよ。あ、向こうから来てるわ。来てる。残り10秒、攻めて。相手のフラッグを取ってやって。攻めて、相手のフラッグを。4、3、2、1、グリンゴ。無理でした。すがすがしいぐらいに無理。10です。ゼロキル。バカかよ。やべえ、マイナス16レート。そりゃそうなるわな。さ、というわけでですね。
なんかすごいバグでこんな残っちゃいましたけどもこれ撮りたかったなせめて。はい、というわけで、お相手はクレイジー情報のともきでした。ね、最後までご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価、コメント、よければよろしくお願いします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。アディオース。無理だった。